皆さんこんにちは、山田です。はい、今回の動画はですね、右にプッシュする、プッシュスライスする、はい、たまにチーピーモデル、うん、ダフール、はいはい、シャンクする、はい、トップする、はいはい、この辺の症状が出ている人、うん、絶対見てください。この今回の内容は、まあ、企業秘密と言ってもいいぐらい大事なお話になってきます。はい、ですので、この動画最後ご覧になって、一度参考にしてやっていただければ、ゴルフのこう世界観みたいなのがちょっと変わってくるかなと思いますので、スイングの世界観って言った方がいいね。プロみたいなスイングになってきますから、本当にやば、はい、ちょっとしっかりとね参考にしてみてください。はい、はい、それではね、早速説明していきます。冒頭でもお話ししたように、一般の方で特に今 YouTube 見て、うん、このアウトサイドインを直した人たちというか、うん、ある程度軌道が綺麗に下ろせるようになった人たちはマジで当てはまるの。へー。でそれがまあ何かっていうのを結論から言いますね。はい、もう一言で言います。肩が詰まるんですよ。うん、左肩が詰まる、はいはい、左肩が詰まるっていうのはどういうことかというと、言い方を変えると、うん、決して上がってるっていうことではないです。まあ、上がってるんですけど実際、はい、左肩と左耳が接近してしまうんです。ほう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 。本来この肩っていうのはこのまっすぐだったって当たり前ですけど、顎よりも下にありますよね。顎よりも、はい、ね、この肩っていうのは、はい、普通に首回しだけじゃ肩に当たらないじゃないですか。なるほど、はい、僕みたいな首の短い人間でも絶対当たる。確かに、はい、もうやかましいわ。はい、そうなんです。だからこの肩が顎に当たるってこと自体本来ダメなんですよ、うん、それはそれだけ腕の運動量を増やして肩を担ぎ上げてることになるんですね。はいはいはい、はい、でまあ、ダメとは言いましたけど、女子プロとか男子プロいくらでもいます。あ、確かに、はい、そういう選手たちはどういう動きをして打ってるのかっていうと、はい、上がってきたものこうやって、うんうん、まあ、すぼんでますよね両方とも、はい、このすぼんでいる肩を先に落とすんですよ。ほう、低い位置にグッとこうやって、ほう、なんか ここがすごいすっきりしてるんです。へー、こういう感じで、あ、でそのままドーンと、はい、わかりますか、はい、まあ、この瞬間に自然落下が入ってる気がします。こうやって、うん、でそのままドーンって打ちに行きます。はい、はい、まあ、でもやっぱりこれすごく難しいと思う。あ、なるほど。プロたちがその肩の動きを意識してるのかっていうわけでもないんですが、はい、やっぱりこの動きってこう縮んだものを伸ばすんで、あ、で多くの人たちはどうなるのって話なんですけど、はい、まず先にバックスイングで右肩が縮むんですね、こうやって、うんうん、はい、右肩と右耳が接近します、はいはい、これ一回ご自分のトップとかをこうやって作ってそのまま左手外した時に構えた時以上に右肩が上がってないかチェックしてみてください。はい、こうなってくると詰まってます。でこうなってくると何が起こるかっていうと、肩って上に上がって前に出してくるんで、はい、要はこういうふうにせき止める形になっちゃうんですよ。わかりますかね。ほう、肩は本当後ろに行きたいのにこういう状態、あ、ちょっと力が入ってる状態、はい、そうすると切り返した時は何が起こるかっていうと、そのまま来るとわかりました、もうくりくり、はいはいはい、でこれが嫌だからみんな直す、うん、ね、まあ、嫌だからっていうか直した方がいい、直します、うん、そうすると次はこういうふうに、あ、寝るんだ、左肩が反対に動き出すんです。左肩が動き出す、こういう、おー、なので一般的にこのベースとしてね、はい、このアウトサイドになってなんとなく捕まる球を打てるようになってきたなと、うん、ちょっといい感じに打てるようになってきたぞっていう人めちゃくちゃなるんですよ。ちょっと成長してきたけど良くなってきたんだけど、シャンク出るし、はいはいはい、フック出るしプッシュするなってきたら大体これなんです、はい、要はこっちからは下ろさなくなったけども、うん、こういうアクションしちゃうからそのまま来る、うん、そうすると肩は本来前傾に対して回転するんで後ろに行きます、うん、はい、こうやって後ろに行きます体の回転と、うん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 、もちろんこれも上がってるんですが、これは前傾が倒れてる状態で上がっているんだけど、あ、全然違うんですよ、はいはい、でもこの今言ってるお話はこっちなんで、はい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 、回転に対して肩だけ止まる状態になるんですよ。分かりますかね、まあ、これよく開かないようにしようとかするとこうなります。うわ、胸開かないようにみたいな感じになってくると、あ、無理って詰まってくる。あ、でそうすると一見例えばこれ普通に見えません？ある程度、ある程度、はい、ね、普通に見えるんですけど実はもう体詰まってて、ブレーキかかってるから
そのまま行けばリリースが入って左行くし、それを嫌がるとそのまま開いてきて右に行く、まあもうひどいとシャンク、はい、っていうのは状態になるわけです。なるほど、はい、まあ、ちょっと長々とお話ししましたけど、じゃあどうしたいのと、うん、はい、首から肩、ここまでこうまっすぐ出てます、うん、はい、まず構えた時、これはゴルフでも言ってますけど、しっかりと肩を落とす、うん、怒り方にならない、うん、構えた時点でこうなったらもうお話が始まらないので、肩をしっかりと落とす、まあ、肩甲骨を落とす、はい、胸を開くって感じなんですけど構えます、うんうん、そしたらですね、肩を回した時ってどういう感覚があるのか、バックスイングもダウンスイングもってことなんですけど、張りを感じててほしい場所って、まあ、よく僕脇腹とか広背筋のお話しますけど、実はもう一つあって、うんうんうん、それが首なんですよ。ほう、はい、この首に張りを感じることができれば、基本的にこの肩は浮かなくなります。こっちも浮かないし、こっちも浮かない、うん、はい、まあ、じゃあその張りってどういう張りなのかっていうと、すごくシンプル、肩を回す動作っていうのは基本的に首を左右に回す動作と同様なんですよ。あ、分かりますかね。要は正面向いてて肩が回ってくる、これすなわちこれと一緒、はい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 、はい、ってことは、こう首を左に向ければ右の首筋から肩が少し張った感じしません？グッと、はい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 、ね、この僧帽筋のあたりが伸びるというか、うんうんうん、はい、まあ、逆に右に向けると今度はこっちの左首筋から僧帽筋がちょっと伸びたような形になると思うんですが、この張りを常に感じるようにしましょうねということです。もうすごくシンプルです。はい、でそうすると入ってくる感覚は何かっていうと、めちゃくちゃ低いです、上げてた人は、はい、この肩が首筋が伸びるように上げていくとここに来るんで、はいはい、すごく低く感じます。まあパッと見僕やったらもう普通に見えると思うんですけど、確かに、はい、実際これ普通の人が今までこうやってる人がやるとめちゃくちゃ低く感じるんですよ。こんな低いのみたいな、手肩よりも上がってないよって、はい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 、でも実際、まあ、確かに途中で止まればここで終わっちゃうんですが、体が回るとここまで来るわけです。まあ、よく見ると思うんですよね、はい、っていう形になってきますので、まあ、こうすることによってまず右肩がすっきりしてしっかりと伸びを感じられる、うん、ここからです。ダウンスイング行こう。この形ができたら左肩をずっと下に下げておいてください。イメージは、うんうんうん、はい、これも意識の問題なんですけど、左肩をずっと下に置いておきます、はい、置いたまま、まあ、お腹ないし脇腹でもいいし胸でもいいし、うん、どこか左サイドを全力で左に回してください。左サイドを全力で回す、はい、全力で左に回してきます。もう体開くイメージで全力で左に回します。はい、そうすると必要以上にここがめちゃくちゃ張る感覚が出てくるので、でもう一つ、ここがすごく広く感じます。お、はい、でもう一つ、クラブがいつもよりもインサイドに触れる感覚が出てきます。内側に、はいはいはい、今までは詰まっちゃうからインサイドアウト、うん、ちょっと抜けるような感じ、うんうん、なっちゃうんですが、この左肩が広いとちょっと自分の中でインサイドに振ってる感覚が出てくるんですね。うん、まあ、アウトサイドインではないですよ、インサイドインなんですけど、うんうんうん、はい、その感覚が出てきます。なるほど。なんでこの感覚をしっかり出していく、はい、まあ、一回ちょっとあの試しにやってみますね、うんうんうん、詰まってる状態、ここから、こういう状態、お、まあ、結構極端にやりましたけど、まあ、球はまっすぐ行きましたけど今、うんうんうん、まあ、ちょっとなんか苦しそうな形しましたよね。じゃあ肩が広く使えているっていうのはどういうこと？いきます。これの延長がライン出しなんですよ。このまんま肩を広く使ってくることによってフェース面が比較的長くまっすぐを保っていることができるんです、うん、でそのまま止まることによってライン出しが完成する。これ実はね、プロゴルファーでもみんな結構落ちるミスなんですよ。ドローヒッターとか、あら、結構多いです。へ、はい、もう本当に調子悪くなってきたプロゴルファーでも全然これやります。
ただ上級者とか中級者に起こるミスなんですよ、うん、でも気づかない、うん、一見カメラとかで見ると普通に見えるんで、ね、なるほど、うん、でかといって今のこれ映像で見てる人からしたら、いやこれも山で肩上がってるじゃんって思うんですけど、うん、ここが広いんです今は。あでもこれも別に普通に見えちゃう、だ視覚的なもので普通に見えちゃうんですよ。あ、うん、なるほど。今ぐらい僕が大げさにやれば話別なんで、はい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 、うん、そういうわけでもないのでやっぱり、うん、でもちろんこの左肩が詰まることによって起き上がりも発生する。あ、そうですね、ヘッドがもうブレーキかかってるんでヘッドだけ出てくるんで、ダフルの嫌ですから自分を逃がさないと、うん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 、そうするとやっぱりそれこそ返すしかないとか、なんなら返るし、うん、エネルギーが全然伝わらないとか、はいはいはい、よく生徒さんとかにやってもらったりとかすると結構皆さん言う言葉としてはすごい押し込んでる感覚がある、うん、なんかフェーズの面がすごい長く使えてるっていう表現をアマチュアの方からいただきます。はあ、まあ、その感覚がすごい入ってくるんですよ。はいはいはい、なのでまずこれをちょっと意識してやりたいと。でこれはね、ハークスイングのドリルでもやったわけですけど、ハークスイングと同様にやってもらうといいです。最初これちっちゃいところからターンさせながら左の首筋を伸ばすように振っていく、うん、はい、ここがこうと伸びるようなイメージ、うんうんうん、まあ、ちっちゃいところからやってほしい理由としては、いきなりフルスイングすると大概の人ここ首怪我すると思うんで、あら、いきなり伸びるんで、あ、はい、だからまあ最初はちっちゃいところで鳴らすようにして、ここからしっかりと、そうするとここがすごいね、自分の中で広く感じるんですよ、こうグッと、これ詰まってるとやっぱりこうこういう感じで、すごい広いでしょこれ。確かに。そう、松山選手とかめちゃくちゃ広いじゃん。めちゃくちゃ広いでしょ、はあはあ、あれがやっぱショットメーカーの一つの秘訣だと思うんですよ。なるほど、やっぱあんだけ長いからね、フォロー、そうなってくるとぐらっと長くなってくる、うんうん、詰まるとフォローって短いんですよ、ここが広いからだからチンバックする。あー、なるほど、だからまあこれやっていくと足もそうなってくる、こうやって、はいはいはい、松山選手っぽい、別に今これ足はこんな風に使おうと思ってないんですけど、へ、左肩を長くしようとするとこういう感じで、へ、足が出てくることもあるので、うん、だからより正確性も増すと、うん、で、まあ、最後にね、ドライバーはじゃあどうなのと、左肩上がんじゃんと思うわけですけど、ドライバーも一緒ですからやること、へ、左肩を長く使う、ただドライバーの場合っていうのはこの軸が傾いてるからそういう風に上がって見えるだけであって、あ、やってることは一緒な、決してこうではないけど、はいはいはい、はい、どんな状況かであれやってることは一緒だと、ポジションが違うだけ、こうなってんのかこうなってんのか、なるほど、はい、だけの違いなので、まずこれをちょっと取り入れてやってほしいということです、うん、じゃあちょっとカメラマンショー最後にちょっと一回やってみましょう。はいはい、はい、それではお願いします。はい、じゃあ一度まず普通に打ってみてください。普通に打つ、はい、普通にいつも通り打ってみてください。はい、そんな感じですね、まあ、悪くはないんですけどね、うん、まあ、でもちょっと薄いよねやっぱり。そうです ね、はい、じゃあ早速もういきましょう。ここから、はい、さっき言った左肩を低い位置に保ったまま思いっきり胸を左に回して、低い位置に保ったまま、はい、はい、はい、上げてきて肩甲骨落として、はい、ここね、はい、ここありますね、はい、あ、そしたらそこから左肩の位置を保ったまま、はい、ぐーっとぐーっとお腹回して、お腹回して、お腹回して、そうどう、めちゃくちゃ広くない？そうですね、苦しいでしょ、ここ張ってます、はい、そのままはい、ぐるぐるっとさらに回して、はい、そうそういう感じ、そうです、苦しい、はい、まずその範囲に一回振ってみましょうか。じゃあそうです、はい、ここから肩甲骨落として、おー、どうです感覚、当たりが良くなってこっちが長いです。なんかそうですよね、はい、ちょっと深くなりましたよね、はい、はい、もっとじゃあ胸早く切っていきましょう。はい、肩落としてグッと、そう、おー、おしおし、し、まあもちろんね、これカメラマン翔吾今すごくいい例なんですけど、はい、今までが伸び上がってると、うん、伸び上がってる状態でヘッドを前に出すんで、うん、突っかかるんですよ。要は今までのフォロースルーっていうのがどうしてもこっちだから、はいはいはい、バックとか逃げてるものに合わせに行くから、はい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 、プロもそうなんですけど、この癖ついてる子たちってみんなやってこう詰まんのよ、
だからここでこうやって入ってくると嫌がってカーッとこうやって手入れたくなっちゃう、はい、うん、だからこれがもしも出てる場合は今みたいにフォロースルーで止めようと思って、出ている場合は、まあ、こうアプローチウェッジでもいいし何でもいいんですけど、はい、ハーフスイングでまずはここに草のままここまで引っ張ってこれる、わお、こういう練習をしていきます。三角としてはね、これ本当は重いものを持ってると一番分かりやすいんだけど、はい、クラブなしにして、はい、両手をちょっとこうやってハの字にしてください。はい、そうです。そのままじゃあバックスイング上げて体で、はい、体で上げて、はい、そのままプラーンとフォローするいきます。ゆっくりですよ。はい、そう。普通当たり前ですけど、普通は当たり前なのね。この左手の方が高くなるのが、これがイメージとして両方揃ってるんですよ。こういうイメージ。はい、そのまま体回してきて、そう、こういうイメージです。むちゃくちゃ長いでしょ。おお。長いよね。だいぶきついと思う、ここが。だいぶきついですね。そう。もう一回行きましょう。そういうイメージ。あ、もっと張った方がいい。そう、そう、そういう感じ。ああ、この辺もすごい。絶対起き上がれないから、その時点で。なるほど。絶対起き上がれないから。もう 100%。そう、もう 100%。うわぁ。はい、それで打ってみましょう。苦しい。苦しいよ、最初。この苦しさ。おぉ、惜しい惜しい。ちょっと違ったでしょ、でも。違いましたね。まだこう嫌がって手を突っかけに行くのよね。ああ。だからこうまあしっかりとまあ成長させていく。はい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 。まずはこの意識だけでいいです。で、他にドリルがあるんで、これは次の動画でちょっと紹介をしたいと思いますので、はい、ちょっと長くなりましたけど、まずはこういった意識だけでもだいぶ変わるよと。まあ今、この意識だけでもだいぶ変わったじゃん。はいはいはい。で、これでまあちょっとまあ突っかかるよっていう人は次の動画を見ていただいて、このさらに肩が低くなってこうフォローがでかくなるというですね、うん、ちょっとやっていきますので、はいはい、まあ、カメラマン翔もちょっとこれを意識して、まあ、次の動画に備えましょうということですね。はい、はい、じゃあ以上になります。さあ皆様いかがでしょうか、カメラマン翔もどうでしたか。いや、これは神回ですよ。ありがとうございます。本当にガラッとスイングのイメージが変わったというか、感覚が違ったというか、はい、まあ、実際見た目もあんだけ変わったからね。見た目だいぶ変わったんだよね、うん、全然違いますよ。加えてちょっとこうフッと抜ける球じゃなくて、ちゃんとエネルギーを下にこう伝えられてる動き。あー、パークスイングもよく言うように、ここまで来たところで絶対ヘッドの感性とかエネルギーが絶対発生してるから入るんですよ。よっぽど固めてね、そのライン出しじゃない限り。あ、今の感覚でフルスイングしていくと自然にもうボーンとヘッド出てくる。こっちの方が飛ぶんですよ。実際生徒さんね、パーソナルに来る方とか、このグループレッスンに来る方とか、みんなそうですけど、これやってもらうとみんな口揃えていうのが、思った以上に軽く振ってるの飛ぶな。今までみたいに腕頑張ってないの、手首使ってないの、なんでこんなに飛ぶのっていう人多い、はいはい、実際今カメラマンショーで軽く振っていつもと同じ距離なんでしょ。まあそうですね、変わらなかったです。そう、でも高さも一緒だし、うん、ちゃんと前に、うんうん、これがちゃんとエネルギーを伝えるっていう方法なので、ちょっとこれしっかり意識してやってみてください。はい、以上になります。次回の動画ではね、ドリル編ということで、ちょっと紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ次の動画も参考にやってみてください。バイバイ。ちょっと。